にちは。こんにちは。あの桑原くん、はい、シャーベット食べたくない？突然ですね。今日はシャーベットですね。あの今ね冷蔵庫見たらね、はい、ジュースがこれだけ入ってたんだ。ブドウジュースと、ブドウジュース、オレンジジュースと、はい、あの三ツ矢サイダーの桃、桃ね。あのご家庭にさ、はい、大体ジュースって大体あるじゃん、はいはい、飲みかけでも何でも、うん、それで作れるやつを作ろうかなと。はあ、ジュースからいくんですね。あのね、みんなの記憶の片隅に絶対作り方あるんだって。まだない、みんな忘れてるだけなんだって。まだない。それを私が呼び起こす。よろしくお願いします。そしたら、はい、どれがいい？じゃあ桃、三ツ矢サイダーの桃。桃、うん、美味しそう。これね、微炭酸のシャーベットになるんすわ。あ、もう出来上がりも炭酸入りみたいになるんですね。そうそう、微炭酸になるんです。あ、いいチョイスかも。じゃあ王道いく。この2つでシャーベットを作るんですが、はい、用意するもの、これがまたですね、まあその辺にあるビニール袋、これをよいしょ。まあこれスーパーとかでももらえんじゃん。はいはい、ついてますね、このうっせいしょっぱいビニール袋。しょっぱいやつで、これとですね、はい、あと普通のビニール袋。両方袋なんですね。そうそうそう、両方袋なんですけど、はい、え、これを使います。全く想像ができないし記憶にもない。あるって。どうなるんだろう。で、まあどうやって作るかと言いますと、はい、でこちらにございますビニール袋、はい、こちらにですね、これを入れます。袋の中に。入れるの？はい、じゃあ、はい、入った。食べる量ぐらい入れるのは？そう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 、無駄にそんな入れなくていい、うん、はいはい、食べる量を入れて、はい、空気をちょっと抜く感じ、はい、で、ちょっと上の高さぐらいで結びます。はい、はい、できた、結んだ。はい、あ、入ってる、入ってますね、入れた分ですね、はい、準備終わり。早っ。だけ。でまあまあ同じように、同じようにオレンジジュースもやっていきます、はい、で OK、 はい、OK。 でまあ2つこうできました。できましたね。今度使うビニール袋がこちら。それが一番わかんないな。こちらにですね、はい、わ、結構入れてますね。お家庭にある氷を入れます。はい、はい、ここからがリガの実験ですよ。はい、ちょっと記憶が蘇ってきましたよ。ここで出てくるのが塩です。やったわ。やったわ、それ。これね、塩を入れます、氷に、はい、で、こう塩を入れまして、これを振れる、イン、イン、はい、塩を振った氷にこれをイン、はい、はい、あとはシェイ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 、これを頑張ってもらうと、はい、綺麗にできるから。へえ、冷たい。これは冷たいでしょうよ。言っても 2,3 分ぐらいですもんね、でもね、やってるの。どうなんだろう。わー、あ、結構、あー、シャーベットだ、固まってるわ、完全にシャーベットのやつだ。やろ、そんな早く固まるんだ。開けてみよう。開けてみましょう。お、お、いい感じじゃん。ほら、あ、凍ってる、完全に凍ってるでしょ。シャーベットだ。で、角っこをカットします。あ、つまんで出すんだ、切って。そうそう、切って、で、あと出すだけ。ほら、おお、簡単は、しかもちゃんと凍ってる。ほら、できた。あっという間でしたね。急なお客さんにも対応できるジュースシャーベット。ね、ちょっとミント乗せたらおしゃれですね。おしゃれじゃん。ほら、わー、シャーベット、おいしそう。いただきます。ほら、ジュースのシャーベット。で、これ多分みんな、あ、やったわっていう人多分いると思うんだよね。やった、思い出した。お子さんとかにもこれで作ってあげてください。簡単ですね。うん、あ、うまい。ではまた、ご視聴ありがとうございました。右上がメインの釣りチャンネル、左上がサブのゲームチャンネル、下が次のおすすめ動画になっております。次回もよろしくお願いします。チャオ。